あ、はい、よろしくお願いします。瀬野と申します。まあ、僕はちょっと趣味で組版とかに興味がありまして、まあ、その縁でちょっと村上さんともお知り合いになることができて、ちょっと本日はまあ呼ばれまして、まあ、自分で勝手に CS 組についてやったことについて、まあ、簡単に報告できればな、大体5分くらいを予定しています。はい、で、まあ、こんな感じの内容で話しようかなと。まず最初に自己紹介なんですけど、まあ、普通の一般人です。去年まで大学院で、まあ、研究していて、今年に入って東京に、まあ、建設関係の会社に就職しています。で、僕は自由ソフトとかオープンデータとかそういうものに興味がありまして、まあ、2014年はいろいろ Python とか TF ユーザーとか Reflex とかそういうものにカンファレンスに参加したりとかしていろいろと勉強しているところでした。はい、でなんですけど、まあ、CSS 組版なんですけども、いろいろ自分なりに、まあ、村上さんの発表などを聞いてどういったものが大事そうな文献かなというふうに思いまして、まあ、まとめましたね。それについてちょっと簡単に紹介させていただければなと思っております。ですね、まず一番最初なんですけども、このアンテナハウスフォーマットは V5CS 情報ページ、これアンテナハウスの、まあ、ページなんですけど、日本における CSS 組版の一番まとまった情報がここにあると僕は思っております。で、ここに CSS によるプリントデザインと CSS によるページ組版入門という2つの資料を公開されております。これをベースにすればそれなりのことが今の現時点でもできるというふうに思っております。続いて大事なのが CSS Generated Content for Page Media、 いわゆる CSS GCPM と言われる CSS の規格ですね。これはページ組版に関する CSS の規格になっておりまして、脚注や相互参照などについて重要な仕様があります。相互参照を CSS 組版でやろうと思ったら、この、まあ、まだ未実装のこの規格を使うしか多分ないと僕は思います。あと他に大事なのはマス ML ですね。僕は、まあ、組版の中でやっぱり数式がちゃんとできないと僕は嫌なので、まあ、数式はしっかりできるようにしたいと思っています。で、マス ML の規格の中に例えば数式番号の付け方などそういった設定方法も、まあ、あります。また CSS に対するマス ML の使いよそっていうのも同じ W3C しか出しておりまして、まあ、これも CSS、まあ、数式に関する CSS について紹介があります。で、続いてはオライリーのアトラスというところ、これはオライリーメディアが公開している書籍必要のプラットフォームで、マークダウンなどからもうそういったテキストから CSS 組版でマルチアウトプットを実現しているもので、まあ、これは今使えるものとしてはこういったものがあるというのが一つあります。で、次は、HTML ブックというものなんですけど、これはオライリーメディアが、まあ、オライリーアトラスなどで使っている CSS 組版で使っているCSS 組版のため の, その CSS の設定などの、まあ、いろいろまとめたものになっています。現状では CSS 組版ので使う CSS の設定、例えば DIV の属性などは、まあ、標準化されていないので、まあ、そういったいろいろ規格を自分たちで決めていって、どういうスパンタグとか DIV タグにどういうものを設定していくかっていうのを決めないといけないです。で、最後は日本語組版処理の要件、これは CSS 組版で実現することが求められるという、まあ、日本語の組版の要件についてまとめられたものです。この本自体も CSS 組版で作られておりますので、まあ、CSS 組版 の,、まあ、の具体例として参考になるのではないかと思っております。で、順番が前後してました。僕の CSS 組版を知る、まあ、状況ですね。ちょっと簡単に説明します。僕はもともと LaTeX というものを使っておりまして、それのつながりで今 CSS 組版をちょっと興味を持っています。僕が大学院の時に、まあ、論文を執筆するためにどのプラットフォームを使えばいいかというのをちょっといろいろ悩みながら考えまして、その時はマイクロソフトワード、リブレオスライター、ラテフの3つしか僕は思いつきませんでした。で、その中で自由で高品質で論文を書けるものといったらラテフしか僕はその時は思いつかなくて、まあ、ラテフを使いました。で、まあ、大学院でラテフにはまり込みました。で、いろいろ自分なりにやり込みました。ただし、まあ、卒業する時にやっぱりデフっていうのは難しいなと、そして何でもできるわけじゃないっていうことに気がつきまして、やっぱりデフはなんか極めてもやっぱり将来役に立たないのかなというふうに思いまして、まあ、その時はライターに移りました。ただ、ライターを使っていてもやっぱりいまいちだなと思っていて、で、その時にちょうど
2016年6月頃に CSS 組版とその周辺第1回という、まあ、CSS 組版に関する勉強会がありまして、僕はまあちょっと興味があってそれに参加しました。で、僕はそこで初めて村上さんと出会いました。で、やっぱりで村上さんのその時の発表が僕は印象に残ってるんですけど、やっぱり村上さんも同じようなことを言っていて、デフはやっぱり難しいと。で、やっぱり W3C のどこからして CSS 組版が将来の標準になるっていう可能性が高いっていうのを言っておりまして、僕もやっぱりそうだなと思っておりまして、で僕も CS 組版がやるべきだなと思ってね、まあ、いろいろ自分なりにやろうかなと思って思いました。で、なぜここにいるかなんですけど、僕は11月8日にデフユーザーの集いというところでデフは女の子という代表で発表しました。で、この内容というのはデフの問題や他の関連規模がデフへ依存しているということを指摘して、で、まあ、CSS 組版自体も、まあ、全て問題がある、何でもないできるということよりも問題がありまして、例えば GUI でリッターが不足していたり、仕様が見つかっていたり、そういったことを、まあ、発表しました。で、まあ、おそらくこれを受けて、今回の新年会のお誘いを受けたのかなというふうに思っております。はい。ちょっと、ゼロミの教師なんですけど、文献も紹介さっきしたんですけど、あと、CSS 組版をやる上で、やっぱり、まあ、ベースになるのは、最新の HTML と CSS の知識がやっぱり必要だということ。さらに、組版、現状の CSS や HTML の企画だけでは、組版をするための機能は不足しておりますので、まあ、JavaScript を使わざるを得ないということで、まあ、いろいろ自分も、まあ、初心者ですので、いろいろ勉強するために書籍を選びました。で、この中で、やっぱり HTML、CSS、JavaScript、まあ、この3本が、まあ、それぞれいいのではないかなと思って、調べて、紹介します。大体5冊くらいは、調べています。で、これが、まあ、それぞれ、まあ、各要素、全プロパティについて網羅していて、まあ、僕は良いなと思っております。はい。で、最後になんですけど、僕が CSS 組版を、まあ、実際にちょっとやって、いろいろ取り組んだことがありますね。それについて簡単に紹介します。表語見と相互参照を CSS 組版でやるっていうのをちょっとやってみました。で、こちら、これ両方とも論文を書く上ではまあ大事な要素かなと僕は思っておりまして、まあ、身近にできるところかということでこれをやりました。で、表語見なんですけども、僕がやりたいのはこの論文で使われる3本線形式のフォーマット、これをやりたいなと思っておりまして、で、ラテフでやる場合は、ブックタブスというのを使えば、まあ、比較的簡単にできるんですけど、まあ、こんだけするんですけど、で、CSS 組版でやる場合は、まあ、CSS を設定するわけです。で、まあ、一回まず、表の線を一回全部消して、で、CSS の疑似クラスにファーストチャイルドやラストチャイルドというのがありまして、まあ、これで先頭号行、最後の行というのを、このプロパティを設定できますね。それをうまく使うことで、まあ、このような感じの、まあ、表を作ることができるということができました。ラテフでこの最初の行だけとか最後の行だけ取るっていうのは結構難しいので、僕は CSS 組版はこういうところが簡潔でいいなと思っています。で、続いて相互参照なんですけども、まあ、これはまだ、現状の段階では、CSS GCPM に定義されているターゲットカウンターやターゲットテキストというのが必須で、まあ、現在のブラウザでは実現することはまあ不可能です。なので、まあ、ただ、まあ、事前準備としてもできることがあるので、それについてやってみました。で、キャプションやフィグキャプションというタグに ID 属性をつけて、で、さらにそれを href 属、A タグと href 属性で参照するというような方法を取ります。で、ID 属性には日本語を含められるので、例えば ID 値に最初にタブっていう風につけると、後で CSS でやるときにいろいろそれを使って効率的な参照とかができていいなと思っています。で、まあそうですね、ここでテーブルのカウンターを定義して、で、まあ前に表っていうのをつけるようにします。で、ここで、そうですね、href のタグっていうのがついているものは前に表を作っていうのって、で、ここでキャプションで、まあタブ、コロン、サンプルという風なラベルを振っておいて、href で、まあ、参照するということで、例えばこんな感じの方、相互参照ができるんです。ただ、番号については、現在は、不可能ということで、なっております。で、今後の課題なんですけども、まあ、CSS に触れるデザイン、これをまず読んで、しっかりこれを読むことが大事だと今は思っております。で、はい。で、ただ CSS、GCPM なんで、まだリストの部分をどうするかというのが結構大事な問題がありまして、これをやるには、まあ、アンテナハウスフォーマッターをお試し版を使ったりだとか、ブックジェイスであったりとか、そういったことが必要かなと思います。あとは数式や数式番号、やっぱり、マス ML を手打ちするのはやっぱり人間には僕は不可能だと思いますので、やっぱりエディターを使うことが必要だなと思っております。で、あとは JavaScript の勉強を、まあ、どういうふうにモチベーションを維持するかとか、まあ、そういったところが課題かなと思っております。以上です。どうもありがとうございました。